きすぎて面白い顔になってるぞ。面白いって、受けた衝撃を声と顔に出してたんでしょうが。だってほら、見事にどの葉っぱも真っ赤でさ、不思議な光景だな。絵の具で塗ったみたいな色合いだね。そういう種類の木なのかな。地面の成分が影響してるのかも。なるほどね、木の種類か地面の成分か、はたまた絵の具か。いや、絵の具はないだろ。そんなに調べたいなら苗を一本持って帰って村なりアトリエなりで育ててみればいいんじゃないの。なるほど、実験と検証。やっぱやめとく。え、どうして。その木が育つのを確かめられるほどクラウディアは村に見られないだろうし、それに今みんなで一緒に見て思い出にする方がこの綺麗さを覚えていられる気がする。まあそんなもんかもな。一緒に見て思い出に。だから少しみんなで眺めてよ。綺麗だね、ここ。島の近くにこんな場所があるなんて、外に出なきゃ気づかなかったよ。よーいしょ、よーいしょ、よーいしょ。これだけあれば足りるかな。気をつけて。そこ、ライダー、隙を作って、うん、今だ、うん、行くよ。ライダー、隙を作って、痛えな。そこ、痛えな。たくさん降ってきて、タオ、うん、これでどうだ、うん、一気に行くぜ。レッド、頼んだよ。光の雨だよ。今だ、痛えな。ぶっ飛べ。もう終わりかよ。よーいしょ、よーいしょ。よく驚かれるんだけど、私、虫は平気なのよね。せーの、それ。オレンジの料理、調味料なんてほとんど使わないんだよ。もう野生味のある味しかしねえ。よーいしょ、うん、一気にやっちゃおう。えい、これでどうだい。いくよ、光の雨だよ。ライダー、頼んだ。レント、頼んだよ。任せた。そこ、ライダー、それ隙を作って。ライダー、頼んだ。そっか、をしっかりね。ライダー、行くよ。さあ、どんどん進もう。よーいしょ。ちょっと僕に近づかないでよ。せーの、虫が嫌いなの知ってるだろう。しょ、よーいしょ。この木材で何作ろうかな。よーいしょ、いろんなの作れそうだよね。よー、一気にやっちゃおう。せい、たくさん降ってきて、燃え上がれ。せい、ライダー、頼んだ。いくよ、せーな。ライダー、隙を作って。そこ、連射。レント、頼んだよ。レント、まずい。そこ、これくらい当然さ。
やっちゃおう。おや、それそれ、とっておきだよ。切り裂く、痛えな。それそれ、今だ。さあ、どんどん進もう。よし、あった。はい、これ僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。よし、知ってるよね。あった。一気にやっちゃおう。せい、連射。これでどうだ。痛えな。ほらほらほら、えい、ー、今だ。しっかりね。ライザ、頼んだ。ライザ、隙を作って。そこ、これならどう。ライザ、隙を作って。どんどん進もう。うん、どうしようかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだよ。何を入れるのがいいかな。とりあえず、なんか入れちゃうか。うわ、いい感じか。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。新しいものができちゃいそう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。わっ、何かが変わりそう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何をしようか、悩んだよな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。うわ、いい。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい。何を入れよう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。
いい感じ。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。うお、いい。さあ、何を入れよう。ちゃんと考えないとね。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。しようかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。うわ、いいか。どれがいいかな。これでいいか。さあ、どうだ。できた。バッチリ。少しは成長できたみたい。よし、できた。思いつく限りの魚が好む成分を高い拡散性を持ったつなぎで固めた超超自信作。これならどんな深くからでも魚がわらわら集まってくること間違いなし。あとで漁師さんのとこに持っていこっと。ねえ、どこに行くんだい？よし。大丈夫かな。お、ナイザー、こいつが例の。うん、前のよりさらに強力な巻絵。多分これで不良も解決するはずだよ。おお、ありがとうよ。早速明日の寮で試させてもらうぜ。どれくらい効果があったかまた明日聞かせてね。餌の効果はどうだった？ライザか。ダメだな、小魚一匹かからない。一体どうなってやがんだ。本当にもらった薪は前のより強力なのか。そのはずなんだけど。
それでもダメってことは、潮目がどうこうじゃなく、本当に魚が減ってる？ブツブツ言ってねえで、なんとかしてくれよ。錬金術ってもっと他になんかできねえのか？勝手ばっか言うなよ。あんたたちのためにライザは餌を作ってやってんだろ。それに強力な餌を使っても魚がかからないのはやっぱり外界の魔物が。またそれか。いい加減聞き飽きちまったよ。じゃあな、俺たちは後のことを考えなきゃなんね。あんな言い方しなくても。生活が追い詰められてるってのもあるんだろうけど、それにしたってね。竜退治してもまだこんな扱いかよ、クソ。村の連中にとって私たちはいつまで経ってもその辺をうろついてる子供なのかな。ねえ、どこに行くんだい？よし、行く。そんなわけで誰も話を聞いてくれなくて。まあ大人の方が目先のことしか見ていないってのはよくあることだ。私が話を聞かせるなら、そうだな、お前たちの強さを目の当たりにした守り手たちにいい噂を広めさせてからもったいつけて依頼を受ける。評判が自然と高まるのを期待しているお前たちはまだまだ不満に思っている通りの子供ってわけだ。うむむむ。さて、無駄話はこれくらいにして、私からも一つお前に頼みがある。中心人物というと？簡単に言えばお偉いさん方だな。発言力や決定権のある人間がいい。なるほど。一応コロにも声をかけてみるけど、やっぱり実力者ってことならモリッツさんかな。モリッツ・ブルネン氏、水源を握る村の顔役か。熱心だが強引な人らしいな。そうそう、何かと言っちゃ威張るんだよね。なんでわざわざモリッツさんと話したいの？門の調査にそろそろ拉致を開けようと思ってな。立場のある人間から遺跡の話を聞いておきたい。ブルネン家が邸宅を構える高台は島でも特に古い遺跡が集まる場所らしいし、ちょうどいい。トレッペの高台ね。文字のかすれた記念碑だの、枯れた大噴水だの、古ぼけたものばっかり集まってるよ。しかもなんとなくブルネン家のものって扱いになってんだよね。ふん。そんなお偉いさんの敷地を無断で調べたりしたら文句を言われるどころか島を追い出されかねんだろ。とりあえず許可とまではいかなくても、後でとぼけるための現地くらいは取っておかないとな。はは。子供にできないことがよくできますこと。さすが大人は違いますね。いい加減機嫌を直せ。飴でもやろうか？分かっててからかってるでしょ。まあいいわ、とにかくトレッペの高台に行こう。おう、どこに行く？どうしようかな。どこにしよう。よし、行くぞ。それで流れ者がわしらに一体何の用かな。ご老中はともかく、このモリッツ・ブルネンは村を取り仕切る仕事で忙しいのだがな。そうやっていちいち偉さアピールするんだからさ。何か言ったか？いいえ、なんでも。時間を取ってもらってありがとうございます。
一応ボースを救った功績があるからな。多少の無理はまあ聞いてやらんでもない。では単刀直入にお尋ねしますが、この島近辺の大規模なクリント王国の遺跡をご存知ありませんか？確か遺跡調査が目的で滞在しとるのだったな。そんなもの島中にあふれとるではないか。それら日常的に触れる場所にあるものとは違う遺跡らしい遺跡も調査しようと考えておりまして。見せ物にでもするつもりか？あいにくと心当たりはないな。よそ者に村の周りを引っかき回されてはかなわん。竜の剣とて旅商人の行き来が原因かもしれんのじゃ。その発想は古い。金と物を流通させる旅商人は今や村の生活を支えるのに不可欠な存在ですぞ。モリッツ様はこういう考え方だけは嫌いじゃないかな。そんな不埒な考えを持っておるから村に災いが降りかかるのじゃ。なあ、喧嘩は良くない。私はただ遺跡についての詳しい情報が村にないか聞きたいだけなのです。古城については竜を威風する以外の伝承はないようですし、禁足地となっている街道の西側も。まさか悪魔の野にまで踏み入るつもりか？悪魔の呪いを島に呼び込む気か？この罰当たりめ。まあまあ、しかしその土地に伝わる禁忌をよそ者が安易に破ろうとするのは感心せんな。申し訳ない、配慮不足でした。では島内のこのトレッペの高台付近だけでも調査の許可をいただけませんか？な、ここは現在ブルネン家の邸宅がある場所なので、まずあなたに話を通しておこうかと。ふざけるな、この流れ者め。モリッツさん、とっとと帰れ。島での好き勝手は私が絶対に許さんから、そう思え。わかりました、調査については諦めましょう。それでは失礼いたします。え、な、何、どういう。いいから帰るぞライザー。とりあえず島の船着き場のリラと合流しよう。父さん、少し話があるんだが。おう、どこに行く？よし、行くぞ。へえ、モリッツさんがそんなに怒るなんて一体どういうことなんだろう。どうせ調べられたら困る後ろ暗いところでもあんだろ。秘密の金庫でも隠してんじゃねえの。アンペルさんは調査を諦めちゃったんですか？門は絶対に探し出さなきゃいけないんじゃ。フィルフサが出たのは島の外だからな。今のところ無理してトレッペの高台を調べる必要はない。ならまだいいけどよ。ああ、なんかすっきりしねえな。島の外の遺跡は僕らも全然知らないから探索の役に立てないのが歯がゆいね。何、すぐ自分の足で探し出してみせるさ。それまで腕を磨いて。どうしたの？いや、あそこリラさんとどっかの子供かな。珍しい取り合わせだね。リラさん。ああ、お前たち戻ってきたか。でっかいの。は？でっかいのが水の中にいたの。浮かんですぐ消えちゃった。でっかいのが水の中に。リラさん、それってもしかして。詳しく聞いてみたが特徴が合致した。
外界の魔物、それもかなりの大型だ。本当に入り込んでたんだ。急いで漁師さんたちに伝えないと。もう伝えたが、子供の言うこと見間違いだと誰も聞く耳を持たなかった。またかよ畜生、なんでどいつもこいつも。おそらく湖の魚を食い尽くして水面近くまで浮上したのだろう。陸に上がるのも時間の問題だ。陸に上がるって、陸の上も歩けるの？そんな魔物一体どうすれば。村の人間が外界の魔物の存在を信じない以上、ライザ、お前の力を頼るしかない。私を？